160キロの球というと、多くの人はストレートを想像するでしょう。もちろんそれがストレートだとしてもかなりのスピードボールですから、そう簡単に打てるものではありません。しかしメジャーの世界には変化球で160キロ以上の球を投げる強者がプレーしています。今回は160キロを超える変化球を操る驚異の選手たちを紹介します。セントルイスカージナルスのジョーダン・ヒックス。右投げ右打ちのリリーフ投手で、1996年生まれというまだまだ若手の将来が楽しみな選手です。メジャーデビュー1年目となった2018年から73試合に登板するフル回転の活躍、24ホールドも記録し、リリーフの一角として存在感を見せました。翌年の2019年には抑えとして起用されます。しかし靭帯損傷の怪我を負い、トミー・ジョン手術を受けます。2021年には約1年9ヶ月ぶりとなる復帰登板を果たしますが、この年はわずか10試合の登板にとどまります。2022年は先発としても起用されていますが、メジャー初年度ほどの活躍はできていません。今後の奮起が期待されます。そんなヒックスはシンカーで驚きのスピードをマークしたことがありました。それは2018年5月20日の試合。なかなか打席に入ろうとしないバッターへの苛立ちを隠せないヒックスが投じたシンカーは外角へ大きくそれます。しかし球速は 105.1 マイル。これは約169キロというメジャーでも最速タイとなる記録でした。しかもストレートではなくシンカー。もしストライクゾーンに決まっていたら、間違いなくバッターはお手上げだったに違いありません。ベネズエラ出身のホセ・アルバラード。フィラデルフィア・フィリーズに所属する左ピッチャーです。その武器は超高速シンカー。2018年には70試合に登板して、リーグ最高の31ホールドをマークするなど、中継ぎエースとして大活躍を見せます。さらに国際試合でも2017年にベネズエラ代表としてワールドベースボールクラシックのメンバーに選出されるなど、世界の舞台でも活躍する剛腕です。スペイン語で稲妻を意味するエルポチョという愛称で親しまれているアルバラード。超高速シンカーを軸に打者をねじ伏せる投球スタイルが持ち味です。2021年のデータでは投球の 70% 以上がシンカーというピッチングスタイル。驚くべきはその球速です。シンカーの最速は約165キロ。そしてなんと平均球速でも160キロという驚愕の数字。さらに最速155キロのカッターと最速162キロのフォーシームというコンビネーションで打者を翻弄します。最大瞬間風速的にスピードボールを投げるのではなく、安定して160キロ以上の変化球を投げ続けることができる、まさにワールドクラスの左腕です。サンディ・アルカンタラはドミニカ共和国出身の右ピッチャーです。マイアミ・マーリンズに所属して先発投手として活躍しています。2020年から3年連続で開幕投手を務めるなど、エース級の働きを見せ、2022年はすでに2桁勝利をマークするなど、飛躍の年となっています。そんなアルカンタラの武器はヒックスやアルバラードと同じく高速シンカー。2022年6月8日の登板では驚きの一球を投じます。首位打者を取ったこともある強打者サトに対しての4球目でした。ギリギリでボール球になってしまったものの、シンカーながら球速は161キロを計測。それだけでなく変化の幅はなんと約48センチだったというから驚きです。これにはメジャーのファンも大興奮。当てることができたら偶然か奇跡のように思える、いや、エイリアンの存在を証明するものといった驚きのコメントを寄せました。シンカーだけでなく、いずれも最速150キロ以上をマークするスライダー、チェンジアップ、フォーシームなどを投げ分け、メジャーを席巻するアルカンタラ。1995年生まれとまだ若い選手だけに、さらなる球速の更新にも注目です。プエルトリコ出身の右の抑え投手エドウィン・ディアス。シアトルマリナーズ時代の2018年には防御率 1.96、 57セーブという圧巻の成績を残して最多セーブのタイトルを獲得するなど、メジャーリーグを代表する抑え投手の一人です。2019年からはニューヨークメッツに移籍。まだ20代ながらすでに通算200セーブを記録しています。大きな魅力の一つが奪三振能力の高さ。9イニングあたりどれだけの三振を奪えるかという脱三振率はシーズンで15を超えたことが何度もあります。1イニング平均で2個の三振を奪う計算に迫るという驚異的な数字です。ディアスのスピードボールは微妙に変化するのが特徴。打者の手元で少し動くため大変打ちづらいのです。その球速が160キロオーバーというまさに化け物。
9回にマウンドに上がれば相手チームは敗戦を覚悟するメジャーリーグが誇る怪物クローザーです。ベネズエラ出身のブルスダー・グラテロル、98年生まれの若手有望株です。身長は185センチとメジャーの投手としてはそこまで大きくはありませんが、体重は120キロ。その体格から投げ込むスピードボールで打者を制圧するリリーバーです。年々登板試合数を増やしており、順調な成長ぶりを見せています。2021年の投球データによれば、投球の6割ほどを占めるシンカーが最大の武器。その最高球速は驚愕の164キロオーバー。打者の手元で鋭く変化する剛球は凄まじい破壊力です。そのシンカーは平均球速でも100マイル、160キロを超えているから驚きです。さらに最速157キロのカッターにマックス162キロのフォーシームなどを交えた投球で相手バッターをねじ伏せます。2022年シーズンはすでに40試合以上に登板、セーブも記録するなど重要な場面での登板も増えています。これからますますセーブやホールドなどが増えることが予想される、メジャーを代表するリリーバーになりうる逸材です。クリーブランドガーディアンズに所属するエマヌエル・クラセ、グラテロルと同じ98年生まれの若手投手です。出身はドミニカ共和国。2021年には一気にその才能が開花します。71試合に投げてセーブは24、防御率は 1.29 という文句のつけようがない成績を残します。2022年シーズンもすでに55試合以上に登板しながら抜群の安定感を残しており、セーブ数も前年を上回る30以上を記録しています。2022年シーズン時点で24歳という若手ながら、早くもメジャーリーグを代表するクローザーになりつつあるクラセ。その最大の武器はカッターです。カッターの最高球速はまさに異次元級の165キロ。2021年の投球データによれば、このカッターがクラセが放つボールの約7割を占めています。残りの3割はほぼスライダー。この球もマックス153キロを計測するお化けボール。フォーシームはほぼ投げないので、カッターとスライダーの2球種だけで打者をねじ伏せるのです。この投球スタイルには投球分析家として知られるロブ・フリードマンも、この2球とも存在してはならない、102マイルのカットボールと96マイルのスライダーという概念がどれほど馬鹿げているか、と最大限の賛辞をしています。キューバ出身のアロルディス・チャップマンは日本人にもよく知られている快速左腕です。球場の表示では170キロを超える球を投げ込んだこともある史上最速左腕と言っても良いスター選手です。公式記録としては 105.1 マイル、169.1キロの球が世界タイ記録としてギネスにも認定されています。メジャーでは2012年から抑えとして定着、毎年30セーブ前後を安定して記録しており、すでに通算セーブ数は300を超えています。オールスターゲームにもすでに7回出場しているメジャー随一の抑え投手と言えるでしょう。ストレートこそがチャップマンの代名詞であり最大の武器だと言えますが、変化球のスピードも超快速、思い切り腕を振って投げるシュートは167キロをマークしたこともある、まさに超豪球。左打者のインコースをえぐるように曲がってきた日にはバッターはお手上げするしかありません。すでに対戦経験もありますが、今後の大谷翔平との対決も非常に楽しみなピッチャーの一人です。サンフランシスコジャイアンツの守護神を務めているカミロ・ドバル、ドミニカ共和国出身です。当初はショートとして契約し、その後ピッチャーに転向しました。2021年にメジャーデビューを飾ると165キロを計測していきなりファンの度肝を抜きます。さらに24歳の若さでセーブをマークして球団最年少のセーブ記録を樹立。その勢いのままにロサンゼルスドジャースとのデビジョンシリーズにも登板、第3戦では8回から2イニングをパーフェクトに抑える快投を見せます。セーブも記録してチームに大きく貢献しました。そんなメジャーでも将来を嘱望されるクローザーが衝撃の投球を披露したのは2022年の8月8日のことでした。敵地のパドレス戦で放った1球にアメリカの野球ファンから驚きの声が集まったのです。1点差でマウンドに上がったドバルは難なく2アウトを取って3人目の打者も2ストライクと追い込みます。そして投じた6球目、アウトコースへの1球はカットボール、球速は驚きの103マイル、166キロの超高速。打者はバットにかすることもできず、空振り三振でゲームセット。すぐにこの投球は地元メディアがツイッターで紹介して全米中に拡散。なんだこれ、えげつないカットボールだ、安打不可能などと驚愕のコメントが次々と寄せられました。まだメジャー2年目の25歳、
末恐ろしいピッチャーがまたも誕生しました。ダスティン・メイはロサンゼルス・ドジャースに所属するアメリカ出身の右ピッチャーです。2019年にメジャーデビューを果たし、先発ピッチャーとしてのキャリアを積み重ねている期待の若手選手の一人です。メイの名前が広く知れ渡ったのは2020年の7月23日、コロナの影響で7月の開幕となったメジャーリーグ。ドジャースの開幕投手はサイ・ヤング賞3度のレジェンド、クレイトン・カーショーでした。しかし腰痛でカーショーが急遽故障者リスト入りしてしまいます。そんな非常事態に白羽の矢が立ったのがメイでした。代役にもかかわらず5回途中1失点の好投を見せます。2回には100マイル161キロのシンカーを投じて空振り三振を奪うなど、超高速シンカーを軸にした投球でジャイアンツ打線を翻弄したのでした。これまで紹介してきた選手は中南米の出身者が多かったですが、その中でもメイは160キロオーバーの変化球を操る数少ないアメリカ出身者。1997年生まれ、25歳の若武者に今後の期待が膨らむばかりです。いかがでしたでしょうか。今回は160キロ以上の変化球を投げるパワーピッチャーたちを紹介しました。ストレートですら簡単に打てない160キロ、それを変化球でマークするのですから、やっぱりメジャーの世界は怪物揃いですね。今後も野球に関する動画を投稿していきますので、ぜひ高評価チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。